裏の、まあ、ロッカーじゃないですけど食堂みたいなところに小瓶がいっぱい並んでて、はい、僕飲んだら僕しか飲んでなかったっていうね今は思うととんでもない監督ですよねあの一流の累進の村田さんがうまい具合にインサイドキックでボールを平野さん、昭和57年優勝の瞬間というか、あのゲーム、まあ、いろいろね、お酒も用意されたみたいなことも聞きますけれども、はい、その時のことをよく覚えてらっしゃいますか？覚えてますよ、うん、ゲーム前に裏の、まあ、ロッカーじゃないですけど、食堂みたいなところに小瓶がいっぱい並んでて、はいはい、緊張するやつは飲んでけって言われて、僕飲んだら僕しか飲んでなかったって、ね、平野さん飲んだんですか？僕飲みました。あ、そうですか。本当飲みました。はい、うん、飲んで、だから僕飲んでる時もう誰もいないんですよ、うん、もうみんなグラウンド行っちゃって、はあはあ、誰も飲まないのかなと思って飲んで行ったら僕だけでしたまあ他に僕の前に誰か飲んだかどうか分かんないですよ、はあ、後から飲んだよ俺なんか。あと飲んだ。その後に飲んだ。飲んだゲーム中。ゲーム中。あ、そう。だって監督に言われたもん。俺と堂上さんと三沢さん、お前ら3人は今日絶対に使わないから飲めって、飲んでいいって絶対使わないって。絶対使わないって言われた。どういう理由で？あ、だから、ね、小松さんに全て任せる。達夫が行って、まあ、とりあえず後で完封ですよね。うん、達夫が行って、だから達夫と牛で。あ、牛か。あれじゃない？牛がいたか、うん、あ、なるほどなるほど。でもやる前からもう近藤さんが今日は勝つみたいなね、なんか約束ができてるような自信満々だったよねあ、そうですか。本当にもう絶対使わないって言われたんだね、試合前に。あ、それもすごいですね、うん、でもね、で裏行ってビール飲んどけって。あ、その辺のことは僕、八代の僕には。今思うととんでもない監督ですよね今思うとね、こうやって話すると面白いけど、ね、で選手も選手だね、飲んじゃったもんね飲んじゃった飲んじゃった。もうフラフラでした最初。なんかでも近藤監督って新しいなっていうのを、うん、そんな感じの監督さんですよね。新物好きですよね。新しいもの好きもう間違いない。それはそれとユーモラスな、そうですね、変わったことをやることが好きだったですよねあ、はい、で人と反対のことをすることもね、なんか好きだったような気がしますね。僕もすごい失礼なことをやった覚えがあって、昭和57年って僕スポーツアナウンサー離れてパロパロエブリデイっていうね、ふざけた夕方の番組を子供たち向けにやってたんですよ。そこで近藤監督に単独独占インタビューって、はい、ただいまより近藤貞夫監督に単独独占インタビューをいたします、こう言って名古屋球場で、でバッティングケージの後ろにいた近藤監督のもとにパパッと走っていって、アポなしですよもちろん、はいはいはい、近藤監督こんにちはっつって、あ、こんにちは、以上近藤監督単独独占インタビューでした、これやったんですよ。こんなの全然平気で受けてくれる人、ね、後で僕ひたすら謝りに行ったんですよ全然その、はい、面白がってくれて、近藤が、そういう方でもありましたよ。シャレ聞きますからね、ね、あの人は。あ、まあ、だって僕一番好きだったのはアンパイアというか審判に柏木さんっておられたじゃないですか、はい、天敵っておっしゃってました、ね、そうそう。でもう彼と二人がさ、もう講義の時にさ手後ろで組んでさこうやってね、もう出てぶつかり合ってるじゃないですかまたやってるわみたいなさあれを見てるのが好きでね、で最終的には退場になるんですよね、あれね、うんうん、どっかファンを喜ばせようというか、なんかそういうのもあったみたいです、ね、完全なファンサービスです、あれはね。ファンサービスね、うんうん、だと思いますよ。あれ大好きでした僕なんか分かんないけど、スタンドのヤジにも食ってかかってましたよね。ああ、なるほど、ね、ええ、近藤さんだけですよね、うん、近藤さんと星野さんもやったけど、うん、なんか後から考えると感情的にやったのかファンサービスなのか、ファンサービスなのか ね、なんか半分ぐらいパフォーマンスみたいなね、あれがあったですね、近藤さんには。あと近藤監督で面白かったのは、前半で中日がボロボロに打たれた時に全部レギュラー引き上げさせて若手ガーンと出したっていうのも覚えありますね。もうスタメンのベテランのやつらはもうすぐもう試合を決めてしまうからみたいな感じで、そういう試合もありましたよ。あ、そう、うん、その時僕いました。いや、いたごめんなさい、そのいましたっておかしいな、うん、まあ、それやる今はいませんけどね、そういう人は ね、なんか言われてみたらやってもいいですね。あ、そういうことを ねベテランはもう試合決めますもんね。決めます、はい、諦めますよね。諦めないです、ね、で若手は逆にチャンスですもんね、だから出す価値がないですよね、まずね、うんうん、
あ、言われてみたらそうですよね。そうですね。でファンが納得するとそんなの関係ねえっていうのはね、あ、であとマスコミにも返しとけとかってそんな感じですもんね。あ、それいいです ね。ね、さあそしていよいよ本題ですけれども、昭和57年日本シリーズ、うん、何を言いたいかお分かりだと思いますけど、第1戦第2戦名古屋球場でやって、なんと西武の方が勝ってしまった2勝0敗、うん、そして所沢に移して今度は中日が3戦目4戦目相手チームのホームグラウンドで勝った2勝2敗で迎えた第5戦ね、平野さん、はい、あの石ころ事件の時ですか。そうですね、 あれ第5戦だったんだ。第5戦、あ、0対0で迎えた3回でしたか、2アウトランナーなしから、はいや、タオさんがヒットを打って、はい、で2塁まで行って、さあそこからどうぞ。あ、そうか、あれ2塁行ったんだタオさん、はい、で僕は1塁線の田淵さんの横をピッチャーの時杉本です多分ね、で1塁線をゴロで抜いて、まあ、先制点かなと思った時にライト線でランナーセカンドですから、でしかも足の速いタオさんですから、はい、当然ホームインで先取点と、そうですね、まあ、普通に考えたら1点入るとこなんですけど、僕はもうそのまま打った右バッターですから打ってそのまま見えますから、走りに行ったら村田さんが、あの一塁の塁審の村田さんが、まあ、あれ多分左足当たったかな、こううまい具合にインサイドキックでボールをまあ僕はね中学までサッカー部ですからもう見てて、おお、うまいこと蹴るなみたいな、カーンと蹴ってセカンドの山崎さんの前にボールが行ってね、それがねファールグラウンド点々とするならまだ分かるんですけども、そうなんですよ、あれなんであそこでうまく入れたんだろうな中に未だに不思議なんですけど、あれはね、だけど1点ね入らなかったですからね、セカンドに転がってセカンド 山崎選手が取って、タオさんがもうあれ三塁回ったぐらいだったんですよね、なんかサードコーチの高井森道さんが一生懸命止めたらしいですね、はい、うん、でもまあランナーはね、もう抜けた、絶対抜けたと見てますから、うん、はい、もう走りますよやっぱりね、で慌てて三塁にベースにオーバーランした後ね、はい、戻ろうとしてタッチアウトになったんです、ね、タオさん、はい、ね、なんか最近ちょっとその映像、タオさんがアウトになる映像を見たな、タオさんが YouTube に出てんじゃないですか、アウトになるって言い方おかしいけど、まあ、僕が打って当たってっていう、うん、でその後にもうすっごい顔してますね僕ねなんやこれはみたいな顔して、はい、どこでアウトになった、サードで1回回らしてオーバーランして、タオさん何が起こったかっていう顔します、まず分かんないですもんね、タオさんにとっては。で戻った時にはもうスティーブかなんかボール取ってもタッチしたわけです。もちろん平野さんはですから内野安打みたいな扱いですよね、その時はね、だから、まあ、ヒットですね、一応は ね、そういうことですよね、はい、で当然それが例えばツーベースのはずが、そう、打点が稼げたはずが、はい、ですからなんだという、うん、まあそうですね、まあ俗によく言われるのは、まあ、あの当時解説でやっておられた平岡さんで、平岡さんもあれが一つね、あのシリーズの流れを変えたって、ね、流れを変えたと、一打だっていう、うん、一つのプレーだっていうことをよく言われてますけど、うん、で皆さんこれはもうもちろんルール分かってて、はい、審判は石ころと同じなんだっていう扱いですから、そこから、ね、石ころ事件と言われて、石ころ事件、はい、石ころだっていうのをよくね言われるようになりましたよね、うん、あくまでももう自然にそうなっただけのことであってと、うん、いうことで、何もなくそのまま試合は進まんそうです、ね、だということで、はい、あの時、まあ、そのアウトになった瞬間のドラゴンズのベンチもニュースかなんかで映ってるんですよ、みんなやっぱりあっけん取られてるのと、うん、苦虫潰したような顔と、もうどっちかというとみんなすごい顔してますよ、あ、なるほど、はい、もう近藤さんなんかね、何起こったんやみたいな顔してましたよね。確かにですから、あの日本シリーズのその流れを変えたっていうことが言えるんじゃないでしょうかね。でしょう ね、まあ、あの1点で勝てるかどうか分かりませんけど、うん、間違いなくゲームの流れとしてはドラゴンに来てるゲームですからね。結局3対1かななんかで敗れてるんですよ ね、はい、ですからそれがひょっとしたら流れを変えたってことで、場合によっては昭和29年以来の中日ドラゴンズ日本一になってたかもしれないという、まあ、ね、たらればありますよね、うん、それはね、そういう事件があっただけに ね、はい、なければ別ですけどね、うんうん、平野さんは当事者ですけど、鈴木さんはその時は控え室名古屋チャンネルいましたよいましたよってベンチで呆然と見てた方ですか。だ杉本は投げてた、相手はね、多分杉本だった、後に中日に来る相手がですよ。第5戦だったよね。第5戦です、第5戦らしいですね。俺が先発だったんじゃないかな、うん、
その前の晩ちょっと外に飲み行ってたの立川でね立川で立川で立川で、立川で、うん、あ宿舎立川でしたっけあれあの当時それでね帰ってきてね寝ようと思ったらねガンガンってドアを鳴らす人がいるんですよ、はいはいはい、で開けたら権藤さんですよねゴンゴンってなったから権藤さんかなつまんない話だけどそしたらこれつまんない話じゃなくて寝ようと思ったらコーチが来て明日行くぞって言うんですよ、うん、日本シリーズですよ、うん、え俺ですかそうやって淡くって急に決まった先発が第5戦だったような気がする今見たんですよあ違うです、ね、そうでしょ、はい、先発鈴木さん負け投手に小松さんになってますうんだ先発俺だと思うけどそうでしょそうですだからその先発は今見たく決まったんですよ寝る前に告げられたんですよで今まで決まってなかったんですかって決まってなかったとほんで結局お前にしたみたいな感じで言われてでそのゲームなんですでおそらくね投げててベンチから見てるような記憶が今あったんですよこれでも0対0でねそこまで抑えてて、はい、で先取点だと思った時に入らないのか、もうすごいショックですよね、まあ、ショックねこれは力出ませんよねそれはねストップさせられますからねもちろんあの当たったのはもうしっかり入ってますけどだからタオちゃんがそこでさどこでアウトになったか覚えてないしあ、うん、でそれ入ったら先取点だったそうです0対0からですあ0対0からそれは間違いないですあそうねじゃあ平野さんはもとより鈴木さんも当事者なんだだからねだからねそんな気がしましただから今ちょっと聞いてみたんですけど、はい、大事なゲームだったんだ2勝2敗でそうですそんなゲーム俺に託すなよないやいやそんなことおっしゃらないでくださいそんな状況知らないもんねもう今はね、うん、今はあ俺もいないんだなっていうねあれでね急遽俺だったですよそれと、うん、その負けが鈴木さんについてないっていうことは、うん、鈴木さんに何の責任もないじゃないですかだから捨て身だから全然いい内容を残すことは多いんですよねほう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 アクシデントみたいな、はい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 、先発ですから、うん、で飲んで帰ってきてるんですから準備も何もしてないですよ、はあうん、だからこれはやってみないとわからないなというねだから先発ピッチャーがあの打球当たって急遽あるでしょで後から出てくるピッチャー急遽で大変だなって話はしますよね周りで、はいはいはいねうん、でも全然楽ですからねああ そ, うかまあ、それと全く似てますよ言ってみれば言い訳が効くって言うからねまあもう知りませんよで投げれるんですよそうかそうかそうか、はい、結局はなるほど、はい、あだからもう責任感そのプレッシャー変なプレッシャー、うん、もうゼロでいけますからね素直に野球ができるわけですよねなるほどね2勝2敗だったら結構大事な試合だよねかなり大事ですねあドラゴンズファンにとってはねちょっと審判の村田さんという思わずそう言いたくなるね本当に ね, ねあれ剣が打ったのかそう僕打ったんですよファーストはね田淵さんだったんですよあでやっぱり、ね、動き悪いから悪い、ね、僕の当たりもそんなにいい当たりじゃないんだよねあだけどラッキーと思って、うん、思った瞬間にラッキーじゃなくなったわけですよあもうとんでもないことが起こったわけですからその抜けたすぐ後にあ大変なシリーズでしたよ ね, ねあのシリーズはね本当今話してると流れですよね、うん、小松達夫が敗戦投手、うん、もったいないゲームだなと思っちゃうよね今思えばねねえ、うん、俺さ杉本って言うから中日が杉本だとばっか思ってた違うまだいたんだあれそうだから ね, ねそこでそれが5戦目ですからかあで西武球場ですからそこで中日が勝ってたら3勝2敗で名古屋戻ってくるわけですね、うん、あそうですよねますます有利になるね大手、ねねね、かけてねうわ残念だなあんだ MVP になりそうなったな俺まあいずれにしても昭和57年、残念ながら日本一はならなかったんですけど見事セリーグ制覇ということでやっぱりビールかけていいもんですか平野さんは初めての優勝のビールかけですよ ね, そ, すねその時が、はいはい、どんな思いでしたあれ横浜ですよね横浜横浜ねなんか狭いって狭いなんかところでやったまあレストランでやったけどね記憶があるんですけどやった三沢さんが選手会長だったよね当時あれですかあのビジネスホテルみたいな中華街のあのホテルですかあそうそうだと思うんですあそこですか、はい、そうそう野球やるので必死でその年はあ、うん、もうとにかく野球ゲームに出るのは必死で、うん、ビールかけほとんど覚えてないです僕
ああそうですか、ほとんどもうただ本当にレギュラーとして貢献したって思いはあるでしょ、はい、いやだからもうほっとしてるだけでそこは、うん、ああそうです、はい、もう自分が頑張ったからっていうのも全くなかったですそこは、あそうですもう本当とにかくあ終わったんだみたいなのがやっぱり強かったですよね、あの49年の時と比べてどうでした鈴木さん、あ49年は周りの騒ぎがね大きいことと、まあ、V9 でねあの巨人を阻止した、うん、先輩方が泣いてたのはすごく印象がありますね、はあ、そうなんで泣いてるんだろうという、はあ、2年生ですからね2年生でなんで泣いてるんだろうって、あと20年ぶり悲願達成ってね大きくあの電光掲示板に出たのを見て、はいはいはい、あこのくらい弱いチームに入ったんだなってなで高松さんがお前がやれって選手会長をやらされて俺偉い目にあって本当に選手会長やらされるわトレードン出されるわ、うん、選手会長やらして選手を潰しにかかってる今日のテーマ潰しになっちゃってるよね中日ドラゴンズで野球やっておりました、平野健と言います。ピカイチ名古屋チャンネル、ぜひ登録の方よろしくお願いします。東京の方で、平野健の野球道チャンネルっていうのをですねゆるい感じでやっておりますので、まあ、そちらの方も皆さん見ていただけると非常にありがたいです、よろしくお願いします。平野健でした。